皆様ごきげんよう、ココアです。今回は築地場外市場にやってきました。通りにはいっぱいお店が並んでいます。美味しいものたくさん食べるぞー。それではスタート。最初にご紹介するのはきつね屋。門跡通りの並びにあります。きつね屋ののれんが見えてきました。通りには人人人。撮影日は平日だったので、土日や長期休み期間はもっと多くの人でにぎわってるんだろうな。壁に貼ってあるメニューを見て注文します。ご飯かビール、お酒とセットで頼むスタイルです。ちなみにカウンターとお店の正面のテーブルどちらかで食べることができます。こちらの大鍋ではグツグツとホルモンが煮込まれています。迫力満点な大鍋に心が躍りました。ホルモン煮700円、肉豆腐800円。煮込みは食べやすいお味噌で味付けされていました。ホルモンはとても柔らかく煮込まれていて、ずっと噛まなくていいので私でも美味しく食べることができました。肉豆腐のお豆腐はいつまでたっても熱々、ずーっとハフハフ言いながら食べていました。ご一緒してくれたお友達のビールを少しいただきましたが、やっぱり私にビールはまだ早い感じがします。お料理とお酒を楽しめるってかっこいいな。食べ歩きはまだまだ始まったばかり。どんどん行ってみましょう。次はおにぎりやのり巻きの人気店、まるとよ。門跡通りが終わると左に曲がります。包丁を中心とした調理器具のお店、築地正元の店先にはとっても大きな包丁が展示されていました。皆様興味津々のご様子です。もう少し歩くとまると屋に着きます。お店の外観はこんな感じです。メニューは看板の下に書かれてありました。いっぱいあってどれにしようか少し迷ってしまいました。というのも、食べたいと思っていたマグロ巻きが販売していない時期だったのです。私は普段からなかなかすぐに注文できないタイプなので、とても焦りました。魅力的なおにぎりたちと見つめ合い、無事に2つ購入。いくらと鮭の入った親子おにぎりと、ユニークな形と名前のシャチホコ天を買いました。まると屋の前の通りは波よけ通りと呼ばれています。素敵な看板があったので、おにぎりと一緒に記念撮影しちゃいました。こちらのおにぎりはふんわりと温かく持ち歩きできそうだったので、少し移動して食べたいと思います。移動先は築地魚河岸。位置はこの辺りになります。地図の上部にある晴海通りを歩いていくと、右手に大きな階段とエスカレーターが見えます。登っていくと屋外の休憩スペースがあり、そこで座っておにぎりをいただきました。1つ目はシャチホコ天412円。細丸いフォルムが可愛い。甘いタレがかかった大きいエビ天ぷらにご飯が巻きつけられていました。エビ部分だけを食べてみると、エビの旨味がよくわかります。形が珍しく、名前も面白いおにぎりでした。2つ目は親子おにぎり。こちらも同じく412円です。いくらがいっぱい入ってて美味しい。鮭の塩がよく効いてて、このおにぎりをおかずに白米が食べたくなりました。種類豊富な美味しいおにぎりが買えるまるとよ。今度は時期をリサーチしてマグロ巻きを食べたいです。次に向かったのは築地山町。有名な卵焼きの専門店です。こちらも波よけ通りにあります。山の形を表現しているロゴがおしゃれ。山町の卵焼きは卵焼き専用の四角いフライパンで作っています。焼き具合を確認しながらすでに巻いている卵の下に卵液を流し入れていきます。よいしょよいしょよいしょ。卵焼き器を上下に振って卵を巻いていきます。そして木の板を使って形を整えていきます。仕上げにくるっともう一回転ラスト。美味しい卵焼きを同時に3つも作れるなんてさすが職人さんです。それではお会計受付に進みましょう。山鳥の串玉1本200円。とっても食べやすいスタイル、甘くてふわふわな卵焼きでした。買ってすぐに食べるならお店の横の飲食スペースで食べてくださいね。お持ち帰り用の卵焼きもあります。エビ、カニ、ホタテやアナゴなど海鮮が入った卵焼きがたくさんありました。どれを買って帰るか迷う時間も楽しそうです。築地山鳥の卵焼きはいろんな築地メニューを食べたい方にもぴったりなサイズ感なのでとってもおすすめです。次のお店は築地コロッケ。先ほどの築地山鳥と同じく波よけ通りにあります。お店はもう少し先なので奥に進んでいきましょう。歩いていると外国語でお話ししている声がたくさん聞こえてきました。築地は海外の方にも人気のあるスポットなんだなぁと体感しました。次の目的地もにぎわっていそうです。お店に到着。ちなみにコロッケといっても普通のコロッケではないんです。ノーマルもんじゃをはじめ明太もんじゃや海鮮もんじゃなど5種類のもんじゃコロッケが売られていました。タンスの引き出しのような取っ手がついた台も和のテイストが取り入れられていて素敵です。それでは早速注文してきます。もんじゃコロッケ500円。人生で初めてもんじゃコロッケを食べましたがとっても美味しかったです。ふわふわの削り節がいっぱいトッピングされていました。食べている途中熱々のもんじゃがあふれ出してくるのでコロッケを持っているお手手もやけどしないように注意してくださいね。とろとろのもんじゃとザクザク感のある衣で食感の変化も楽しめる一品でした。続いては築地うなぎ食堂。築地コロッケへ向かってきた道を少し戻ります。卵焼きの築地山鳥の飲食スペースがある築地中通りをまっすぐ進んでいきます。有名な寿司三昧も店舗を構えています。先ほどの波よけ通りと比べると中通りは道幅が狭いです。早く食べたいという気持ちを抑えつつ安全第一でゆっくり歩いていきます。赤い看板が見えました。こちらが目的地の築地うなぎ食堂。お店の奥のテーブル席でうな重やひつまぶしをいただくこともできます。うなぎの贅沢セットがたくさんありますね。そして店先では今回のお目当て串焼きが売られていました。うなぎとホタテとあと1本どれにしようか迷っていたら順番が来てしまいました。今日はホタテ祭りだと思って最後の1本もホタテにしました。変えた。お店を離れて一息つこうと後ろを振り返ると人の波が出れそうになかったのでその場でいただくことにしました。焼き串どれでも3本1000円。まずは看板商品のうなぎ。濃すぎず食べやすい味付けでとっても柔らかくて美味しかったです。ホタテは一粒でも十分な食べ応えを感じることができます。ボイルホタテちゃんと写真も撮れました。お得に美味しい串焼きを食べたいときはぜひ築地うなぎ食堂を覗いてみてください。最後はやっぱり甘いものが食べたい。築地空月と築地さぬきや。スイーツパートでご紹介するお店は築地西通りにあり、2店舗はご近所さんです。まずはいちご商品が大人気の築地空月に行きましょう。門跡通りに別店舗があるのですが、人通りやお土産を買う人が多いせいか、こちらはいつ通ってもお客さんが列を作っていました。曜日や時間帯の違いもあるかもしれませんが、私が行った店舗は並ぶ時間もなく、すぐに商品を購入できました。魅力的なスイーツがたくさんありましたが、なんだかとってもフレッシュないちごが食べたい。いちご串1本500円、美しく輝く赤、身が引き締まってて食べ応えのあるいちごがお行儀よく並んでいました。久々に味わったフルーツの甘さ、美味しいが止まりませんでした。それでは最後のお店、レッツゴー。築地空月から徒歩3秒、築地さぬきやにやってきました。いろんなメニューがありますが、名物はやはりマグロ焼き。お魚の形をした生地に甘いあんやクリームが入ったスイーツです。注文してから焼いてくれるので、支払いをした後整理券を持って焼き上がりを待ちます。どんなお味かなとドキドキワクワクしていたら、すぐに番号が呼ばれました。マグロ焼き、キハダマグロ300円、本マグロ280円。商品をいただく時にも説明してくれますが、袋に押されたスタンプの柄で味がわかるという素敵な工夫がされています。たくさん食べ歩いたので、右の小倉あんの入った本マグロはお土産に持って帰りました。中身はしっかりとした粒あん、あんこの甘みが生地のしょっぱみを引き立たせていて、私にとっては新感覚の和スイーツでした。左のキハダマグロはその場でいただきました。出来たてであったかい。大好きなカスタードクリームはもったりとクリーミーで、お口の中が甘いでいっぱいになりました。お魚の薄い部分の皮はパリッとした印象、甘いクリームがたっぷり入っていたのに、生地の塩気とのバランスが良かったからか、最後まで夢中で食べ続けることができました。初めてのマグロ焼き、とっても美味しかったです。美味しいものにたくさん出会えた築地グルメ、いかがでしたか？コメントに動画の感想を書いてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching!